玉野市初の観光大使にお笑いコンビ尼神インターの渚さんが就任しました。渚さんは玉野に1ヶ月に一度は来たいと意気込みを語りました。相川七瀬、あ、ごめんなさい、間違えました。ごめんなさい、尼神インターの渚です。お願いいたします。今日付けで玉野市初の観光大使に就任した吉本興業所属のお笑いコンビ尼神インターの渚さんです。就任式で玉野市の柴田市長から渚さんに観光大使の委嘱状が手渡されました。渚さんはおととし吉本興業が玉野市を舞台に制作し公開された映画の主演を務めたことをきっかけに、プライベートでもたびたび玉野を訪れては SNS などで町の魅力を紹介しているということです。玉野市の方ってすごいなんか温かいなと思って、でテレビで観光大使になりたいって言ったらなれるもんなんですね。なれました、皆さんのおかげで。就任式に続いて行われたトークショーで早速観光大使として玉野の魅力を PR しました。たくさん PR できるように1ヶ月に1回は来れるようにしたいなと思ってます。で、私あの元大工さんなので、なんかここでその DIY できたりとか、なんか芸術的な何かを作れたりとか、なんかできたらいいなと思ってます。渚さんは観光大使として今後玉野市の観光や産業を PR する動画などに出演する予定だということです。